一の恋ちゃんということで2本目です <laughs> 2本目はあのー、放課後子どもプランで小泉一馬大激闘の巻ですいやあのね放課後子どもプランの話ってね今までもしたことある と思うんですけれどもまあ長野市はね今まで放課後子どもプラン無料で頑張ってきたけれども来年30年度から有料月々2,000円そういう議案がね3月議会で通ってしまいました小泉一馬本当にね今回猛反対しまして今までこんなに真面目にね反対したことは今まで反対不真面目だったのかってそういうことじゃなくてですよ。ほん 本当に今回、小泉は土器をはらんで反対いたしました。でね、あの放課後、子供プランってね。小学生を元し推しとした放課後の子供の居場所作りですけれども、それをまあ、お金ちょうだいね。って、そういうお話なんです。でね。さっきもね。ちょっと第1話にありましたけど、小泉こういうものを作りました。もう第1面からね。放課後、子供プラン有料化トップ記事です。でね。小泉はね。この時ね。 反対討論ってねやりました討論っていうのはねあの本会議で最終的に議案賛成反対ってやる時にその前に「俺はなんでこれ賛成するんだ」あるいは反対するんだってことをね演説するそうやって他の議員さん「俺の言ってることに賛成してくれよ」そういうのが賛成討論反対討論討論っていうものです。そこで 大論人で自分で言うのもあるんですけどそういう気持ちでやりました今回は本当にね俺議員やってきてるのこんなにねこの議案だけは通しちゃいけないと思ったことはないですよでねちょっとその時のね出だしちょっと読んでみますね討論何言ったのかってこの議案は私の19年間の県庁職員としての行政経験と6年間の議員経験の中で接したものの中でも最低最悪 ののものであると確信を持って言えます市長子ども未来部長はこんな低い水準の議案に甘んじるようなレベルの方ではないと信じてきましたしかし我々は裏切られたこの裏切りという言葉は市行政が誠実な努力を重ねたにもかかわらずその結論が我々市民の期待にした水準に不幸にも達していなかったという意味ではないんです。 最初から市民の期待に背を向け、声を聞こうともせず、独善的な制度設計に拍車をかけ続けた、反市民的な態度に対しては、こう呼ばざるを得ない裏切り者と、平成25年11月29日、子育て世代が全国から移り住んできたくなるような魅力的な子育て先進都市、長野を目指すと、市長は明言されました。 我々市民のすべてが彼の言葉に期待したが我々はペテンにかけられたで以下続くんですけれども、まあ、こんな具合でね非常に激しい言葉を使いましたわざと使いましたさすがにねペテンにかけた,った時はね市長もそれまでずっと下向いてたんだけどうん!」ってねこっち向きましたけれどもねでそれだけ激しい言葉を使ってやったつもりですもう本当にねこれで小泉は 懲罰動員が出されてね懲罰下ってお前は議会に何日間来ちゃいけねえとそういうね処分を下っても俺はいいんだとそういう気持ちでやったんです。でもそうでもしないとね新聞が書いてくれんのですよ。俺も処分しておけばそれでそれだけこの議案はまずいんだとやばいんだということを市民の皆様に知らしめたい。 そういう思いで小泉はこういうね今回危ない橋たたった討論したんですだけどねまあ市長はさすがにムッとしてたけど他の議案はまあ何つうかね小泉の思ったような反応ではなかったんでね「あ小泉またやってるわ」みたいな今までと違うっていうのね分からない市長だけですよね分かったのおそらくね。で小泉はあそのうちこんだけやったんだから処分来るなと思って楽しみにしてたんですけどちっと 人も来ないからねんだよおかしいなと思ってちょっと議会事務局にちょっと処分の話しないのとか聞きに行ったぐらいなんですけど聞きに行ったぐらいなんですけれどもで小泉もねちょっともうねじゃあ自分からちょっとなんかこう遠回しになんかそんな風に持っとこうかなとか思って調べてみたらあのねあの議員の議場での発言を捕まえてなんか懲罰とかねそれおかしいとか修正撤回しろみたいなことをするのって。 3日間なんですって3日,間3日間過ぎたらねもうちゃらだから議員は自分の言ったことをね3日経った3日経ったら時効になっちゃうものらしいんですよ長野市議会においてはああそうなのねと小泉もその時初めてしてもう3日経っちゃってたからね俺じゃあもう無罪放免なんだってちょっとがっかりってそういう感じになった今回の3月議会の小泉一馬でしたまあ非常な決意を持ってね政治的リスクを取りに行ったんですけれども 勉強も,もう少ししとけばよかったねってことで申し訳ないでねそれね今皆様にね改めて申し上げたい放課後子どもプラン長野市がいかにねおかしなことをやっているのか放課後子どもプランは放課後児童クラブと放課後子ども教室っていうのがあります児童クラブはお父さんお母さんがお勤めなさっててねあの子どもが一人でお家に帰ると一人になっちゃうだからお預かりしましょうそういう制度ですからお父さんお母さん稼いでるからね じゃあ父ちゃん母ちゃん預かってる間のお金ちょうだいねってそういうそもそもの制度設計になってんです一方の放課後子ども教室誰でも帰っでも父ちゃん勤めてても母ちゃん勤めてなくても来ていいよという制度になってますだから無料ですどこの自治体もほとんど無料、まあ、保険代ちょうだいねとかねあのおやつ代ちょうだいねとか教材費ちょうだいね実費徴収はありますよ だけど料金としていただくってことはしてませんそのけうな例が長野市ということに今回なってしまったんです今回調べてみました改めてねこれあのー、放課後子ども教室です放課後子ども教室は中野市長野市じゃないです中野市ね原則無料ですそれから千曲市原則無料隣のね 北の南は無料なんですよで、すよ須坂市はねもうやめちゃったってでもやってる時はやっぱり原則無料でやってたんですよでね松本市ね長野市の真似越えて中核市になろうって後追いでやってきてるところあそこだって無料なんですよで県の都で中核市の先輩の長野市は30年度から月々2,000円年間2万4,000円いただきますってことにしますこれのどこが子育て先進都市長野なのか 人口減少に反抗すると加藤はおっしゃったこんなことやってればねああちょっと長野の方の転機になったんだけど長野じゃなくて須坂にしとこ千曲にしとこ中野市にしとこそっから通えばいいやみたいな話にねなりかねないですよ。ねほら小泉怒ってるから照明だってほらビビって消えちゃったじゃないですか。でこれね絶対小泉一真は今後も戦い続けます。 平成30年度までね、まず時間ありません、平成30年度から有料化するって言ってるから、小泉一馬はその、時が来るまで、時が来てもですけれども、絶対に許さず戦い抜く所存ですんで、皆様応援してくださいね。そ,れそういう頼みですから、ね、お願いします。